ほどきは、中国語漢末期から三国時代にかけての武将。字は紀然液朱派生軍、中堅の人。子は、帝薫る、ほどき。はじめ、劉将に仕え、官将堅令となった。ある時、派生大衆、方忠氏は、漢中の長路に対抗するため、紙兵を募集した。ところが、劉将に残訴する者がいたため、劉将は、 法正氏を疑うようになった。法正氏は、定期のこの定薫を配下としており、定薫をほどきのもとに派遣して、救援を求めた。しかし、ほどきは、威信を抱いていないのなら、誠意を尽くすべきですと言い、これを拒否した。また、定薫に対して、私は、衆から恩を受けているから、衆木のために忠説を尽くすのだ。お前は、軍理なのだから、 大衆のために力を振るうのが当然である。私より優にして、威信を抱いてはならないと悟している。ほどきの言葉を聞いた、法だ氏は別人を派遣し、協力しなければ、手薫を殺すと脅しをかけた。しかし、ほどきは、落筆辻が、この厚物を飲んだ孤児を引き、大義に従うと重ねて拒否した。ほどきの助力を得られないと悟った、法だ氏は、 ついに劉将に謝罪し、劉将もこれを許した。後に劉将は、定期の行いを聞き、彼を、公用大衆に取り立てている。劉備が益州を支配すると、ほどきは、十字採取として登用された。222年、劉備のクレセ島に随従した。医療で大敗して撤退する際、ある者は、船を軽くすれば逃れることができますと進言したが、ほどきは、 私は軍にあって敵から逃走したことは一度もない。ましてや、陛下に従って危機に臨みながら、そのようなことができようかと知り添けた。ほどきは、戦場で自ら矛を持ち、追撃してきたクレ軍と戦っていくつか敵戦を沈めたが、最後は、集化敵せず戦死した。容疑の、機関、タスク審査において、その号気にして説義ある人柄を称えられている。 このほどきは、容疑、長評らと並び称されるほどの人物であったが、20歳で溶接した。小説、三国支援儀にも登場し、史実同様に戦死している。ありがとうございます。